はい、どうも皆さん、こんにちは。もじゃ TV です。今回もイニングイレブンの2016マイクラブやっていきたいと思います。今回はね、対戦ですね。相手の方のレート拝見いたしましょう。726、強い。うちがですね、ちょっと調子を取り戻しつつ703まで。あ、やっぱりこれグラウディオラの、うん、変えましたね。あれちょっとね、3バックやっぱ難しくて。おいおい、イグナシオ・ディエゴ。そうなんですよね。前の監督ちゃんの名前やん。そうなんですよ。まあ、ただちょっと前の監督とフォーメーションが違うのが、まあ、この両脇をセントラルにしてたのを、まあ、右と左に開かせたっていうのがあって、まあ、これをしたことによってちょっとね、まあ、レートを取り戻しつつ。そうだね、うん、なんか守備的な。そうだね、まあ、守備裏取られない的な感じに仕上がったのかな、うん、そうだね。まだ取られる回数も多いんだけど、ヘップ2回分なんだけどね、ガチャは。あのね、あれ、あさあ、フォーバックのヘップが欲しかったっていうか、まあ、一応確かめたんだよ ね、エキビションで。ただなんか、そこら辺の監督がね、よくわかんない。同じグラウディオラでも、フォーバックのグラウディオラと、スリーバックのグラウディオラがいるらしいんで、うちのはね、サンタマちゃんの方の。そう、サンタマですよ、本当に。なので、まあ、一応ポジションも変えて、やってみたんだけどね。ちょっとね、77とかね、打ち合いがもうすごかったから、これじゃちょっとあかんやろって。攻撃は結構いいんだけどね。ボカジュニオンじゃん。そう、南米じゃん。南米よ、怖いな。ちょっと相手のメンバーとかで今忘れちゃったんじゃない。あー、なるほど。まあまあ、そうなんですよ。おお、速球つけろな。ガンバ大阪対ボカジュニオンズ、強豪同士、世界でも注目の一戦です。ここら辺はね、スピードと連携が機能するワールドクラスのゲームが期待できるでしょう。おお、強い体やん。いいね。来たでしょ、これ。いやー、オッケー。前向いた。よし。いやー、いい。うん。グリーズマンがね、やっぱなかなか、うん、なかなかいい。どれできますか、彼は。よしよし。結局のところ、ワントップはね、相変わらず、ベンツクとイグアインが争ってるみたいな感じだよね。まあ、まずは先制吸ってきたのみたいな。ここはあんまね、そんなに縦切りだけしといて。北沢さん、いかがご覧になりますか。いや、強豪同士いきなりスコアが動くゲームになりましたよね。失点した方が先制点差が与えなければ序盤なので、あ、来た。あ、来た。あ、裏や。スルーパスを出す。あー、これはね、一番避けたいんだよね。毎回これなんだよね。蹴る暇もなかったな、今。蹴る暇っていうか、ちょっとなんか良くない方向にボール落ちちゃうもんね。こぼれちゃうっていう。イブラヒモビッチか、やはり。南米にいたか、あの野郎。おー。あー、お前そこは決めたかったね。ちょっと交換狙ったんだけどね。ノイヤーですね。あ、ノイヤー。うん、相変わらず。どのチームにも南米に集まってるな、いい選手は、今回は。もうね、ここ、あ、もういいよ。ここね、すぐにね、取り返してましたよね。オーケー、あ、これ、あー、やっぱ、おー、救われたよ。おー、怖いな、前線強度だからな。イブラが怖いね。イブラの他に誰がいる。おー、おー、ちょい、シュートコース切ろう、パスコース、こう、あ、パスだな、そうだな。フェイ、あ、おぉ、なんか、今ちょっと実際のサッカーポーって。あ、これ引きつけて引きつけて。あんま行かないっていうね。フェイ。フェイ。フェイだけ言いたい。あ、ここね、ここ通されるから気をつけろ。あ、中入られる。中入ってくる。シュート。あ、え？うまい！危ない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 。決まれなければ、入んなければよし。よしよしよし。だいぶ向こうに行ったね。あ、それも。なかなか。縦行かれる最初は。近くで中だね。ほら。よしよしよし。ここら辺ね。いける？おお、無理か。お前。それはベンツコ過信すぎよ。ボアテングいるもん。メストエジル。集まってますね。ピッチ。お、これ、ね、ここに。ええ。今
この距離からでは。おお、危ない危ない。いいよいいよ。混乱してんじゃない？そんなにね、まだ1日だから、向こうもそんなにね、枚数かけてね、リスキーに行く必要もないからね。こうやって、まあしかも、結構ね、ぐしゃれば簡単に入るぞ、このチーム。そうそう。思われてんじゃね。お、あ、これがきつい。いやー、ここ見てたか。これね、一番やられたくないやつだね。このフォーメーションにしてから。このフォーメーションでね、一番これやられるとね、きついんですよ。これ取られたらまずい。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、ね、手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。おお、強っ、強いヘッド。危ない、防げ防げ。3点目は怖いよ。耐えろ耐えろ。やっぱ726強、同じぐらいになってるけど。あおい、蹴っちゃう蹴っちゃう、お前。約束約束。危ない危ない。オーケー、前だ。あー、チャンスチャンスチャンス。チェーえ、タムロ蹴りました。チェーチェーチェー。見ような、相手のマークは。もう針出さないとな。イラつか、イラつくよ。ああ、お前ふざけんなよ。危ない危ない。お前すごいと出して、お前相手のパスだよ。ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくても攻めていい形を作って後半につなげていきたいですね。読むな、パスコースめっちゃ来たさーん。裏パン、おお、なんだなんだ、どのサッカーみたいな。ああ、ここから展開されるとね、まずいよね。裏、裏。ああ、それは、あ、押した押した押した。危ねえ、危ない危ない。ちょっと今の本当に審判に感謝。買収はしてないけど。ラインズもありがとう、後でね、キット買ってあげます。おお、おわ、はい、あ、ヘイって言ってる。おお、シュイーン、あー、あー、まあでもそんなやつしてもないね。普通に。おお、よし、出たピエロ。曲芸師です。セコイですね。点の取り方が。いやー、やっぱ泥臭くね。そうそう、あれはでもね、やられたらね、あんな点じゃねえだろっていう話ですから。そうですね、どうやって崩すかという状況でワンツーという選択肢、彼の関係でね、見事な突破見せてくれましたよね。まあね、あれはね、ちょっと出来すぎ。おお、今日のゲーム見どころ満載です。このゴールでさらに面白くなってきました。まあ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 、ここで危ない。ちょっとね、やっぱり相手も726ということでね、攻撃うまい、うん。さあさあ、やばい、よし、雑な、おい、あ、ここれちょっとね、ちょっとここで誘ってんのよ。そう、ちょっとね、樹液に塗ってんだよね、木に。おどおどおど、ここね、おお、おい、はい、危ない危ない、オッケーオッケーオッケー。サーカスやろう、サーカスの2度目のサーカスある。あ、これ誰、もしかしてレッド、え、レッドレッド、それはないか、違いですか。後半いきなりチャンス来ましたね。ワンツー抜け出すか、ミドル、いやー、おー、惜しい、おい、トゥレちゃんですね、今のちょっと惜しかったね、やっぱイブラ強い、イブラ強い。おお、よしよしよし、いや、あー、まあこれはオフサイドだよ。うん、いやでもちょっと、うん、怪しくない、もう真剣のない。おい、え、さっきも救ってもらった。お前、オンをあだで返すオンをあだで返すやつだな、お前。引け、
引け引け引け中入ってる。よしよし、お前バカそこどうやって出んねんお前。あー書き出して、おーかけっこだった。あー強い強いだ、ブローティングいいんだから。よしよし、よしここでね一回守備をね断ち切るね、攻撃を。これを読んでいました。オーケーオーケー、うん、ポン、うわーサーカス、うわーベントク、ちょっとベントクね右足なのよ。え右足、引き足が多分右足打ってないの、左だったんじゃない今。え左で打ったのかな、多分そうだと思う。左打って、打ってあの破壊力、ただどう相手カッサーノか。なるほど、スターリン早いよ。カッサーノって相当なね悪いやつだからね。ちょっとやめてよ、選手の情報知ってるんですか。あの知ってます、それに関しては。最近ね、うん、あのウイニングイレブン の、うん、あの試合をやると、あのメッセージの方でね、あそうそうそう、 PS4 のメッセージになんかあの試合ありがとうございましたみたいな、ね、そう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 、のわざわざくれる方がね多々いるんですけど、非常にね嬉しいというか、うん、また大抵ね 4-0 とかでこっち負けてて、うん、ちょっとねあのありがとうございましたじゃないぞと、こちらこそありがとうございましたと。いや全然自分 4-0 で負けてるんでみたいな、自分たち見て全然ね、いいとこねえし、むしろ戦ってくれてありがとうって、ね、そう、まあ、そんな気持ちの方が強いですけど、ここからね、ここフェイがね誘うんだよね。そうフェイ誘ってくんだよね。スターリング、おーオッケーオッケー、お前すごいとこ通すな、お前。おお、お、え、二枚目。これは？え、ちょっとイラついてない？あまか、あかんたれよ、そんな怒っちゃ。あ、二枚目来ました。よし、これはね、有効に使ってきた。バカだお前は。あ、来た。なんでやお前。お。あ、左足なんだよねグリーズマン。しかし決めないねこのチームは。ただチャンス、まあね、相手1枚少ないぞ。ちょっとねやっぱ申し訳ないけど、やっぱりねちょっとこういうね、あの1枚少なくなったらね、やっぱりそこを有効に使ってきたよね。足で止めたぞ。もうディマリアさ、空気読んでよ。これはねもう相手からすればね、もう引き分けでも全然勝ちに匹敵するような内容になっちゃうから、やっぱ1枚少なければね。お、あお前バカ、お、あれれ、これカウントだけ気をつけたよ神。あ、まあまあ大丈夫、サイドに抜いてれば大丈夫、サイドに抜いてれば大丈夫。リーチ気をつけろ、リーチ気をつけて。危ない、ただ前線は強力やから、ただまあ落ち着いてパス回せば絶対に一人は多い。そうそう、前線はね一人多いからパス回せるはずなんだよね。イグアイに変えとくか、どうする。すごいとこ通すね。おおえマイボー、おーおい、ただこれねグリーン、あー微妙だね今。 2-2?2-2全、あー、オープン、これ、どれで行くよ。グリーズマン、シュートもあります。ここでのパスは危ない、ここ気をつけて、この後、この後、あー、うまい、うまい。さあ、前線へ、イブラヒモビッチ、バラン、よし、オーケーオーケーオーケー、バランいい、オーケーオーケー、ここでのね、ロングでのフィード、ちょっとオフサイドシューするけど、こっちだったらね、グリーズマンの方なんだよ。これ見てほしい、グリーズマン、あそこに
フライパスを落としたかった。これ1点決めれっかな。前がかりになってやられるってケースもあるんだよな。まあ、それはある。ちょっとね、ゆっくり。そう。まあ、俺たちはね、そのね、引き分け、あーっと、ここ？これ大丈夫。オッケーオッケー。これね。絶対チャンスが来る。あー、そこね。そこがね、もうちょっと痛かったね。お、あ、オッケー。スペースはだいぶあるからね、一人少ないと。いやー、ベントに頑張ってほしい。ベント君、チャンスですよ。チャンスですよ。え？オフサイドに引っかかります。あー、くそー。ちょっと待って、87分かい。もう終わり？ちょっと待って、ラストワンチャンスにかけます。まだね、あれあるかな。今回フリーキック多かったから、ちょっと。ちょっとロスタイムあるんじゃない？まあ、イグワイン変えろっかな。変えつってみる？まあ、それもありだね。スーパーサブとここで怪我せよ、イグワイン。よしよしよし、見せろ。ただ、これ前掛けになって3人で終わるケースが一番嫌だな。まあ、それはあるけど、でもなんか1人少ないからね。向こうもやっぱ引き分けだったらいいみたいな感じなんじゃないかな。そうだね。まあ、でもそんなことないか。あ、バカ。この後オーケー。まだ。あーやべ。あー強え。最後の最後に出すパス出す。きっついとこだよ。最後のチャンスになるか。あー攻めきれず。この後？まだあるんだやっぱり。ダメだ。いやバカ、そっちだね。きついです。あ、裏裏裏。自分で行く。あー、最後焦ったな。まあこれはね、相手からすれば全然みたいな感じだよね。まあでもレート上がるからいっか。まあ、俺らの方がレート低いのさ、うん、そんな変わんないんじゃないの？ 2 とか向こうの方が20ぐらい高いから、いやだからもらえるの2とかだよ。そうだ、3とか2ぐらいもらえると思う。ただでも700、お、あー、だいぶあれ、ナスリがいいんだっけ、うん、あ、一応も1個も下がんねえじゃん。向こうが1個下がるだけやん。そうナスリが来たんですよね、ノーマルで。だってさ、向こうはさ、うん、チーム1人少ないわけだからそれで勝てないってどういうことだよみたいな話だから、うん、まあまあまあちょっとな、後半の後半焦ったな。ひどかったね、うん、そこをもうちょっとしっかりちょっと、ね、ダスパスダスパスがきつすぎて、なんやこいつみたいな。なんでね、焦っちゃうのよ、うわっみたいな、いっぱいいっぱいになっちゃうから、そこをちゃんと相手のね、カーソルを見て合ってない方にパス出せるようにしていこうかな。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイ。